どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はサマータイム連打見ていきたいと思います。ちょっとね2話溜まっておりますので、この1本の動画で20話と21話見ていきたいと思います。どこから何分から始まるかっていうのはまあ分かるようにしたいと思いますんで、20話から見たい方はそこから、21話から見たい方はそこからっていう感じで、楽しんでいただければなというふうに思います。それでは早速20話ですね、見ていきたいと思います。カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。ひずるさん、どう戦うんだこれ。うわあ、もうひずるさんの体なんだもんねこれ。ぐう、牛尾と同等、それ以上。ぐわあ、どう、始まった、やばい。戦闘シーンだ。ひずるさんの。ひずるさんっていうかね、まあ、龍之介の意志もあそこに入っていて、龍之介の本気っていうことだよね。ひずるさんの体の負担を考えずに戦えっていうことで。いやー。今、ちょっとびっくりしたんだけど、動きが、牛尾以上って言ってましたね。いや、龍之介の本気は、まあ、戦闘においてだけど、その能力とか別にして戦闘能力においては龍之介の方が上なのか。いやいや、どうなるんだろう。もうね、やっぱ気になるのはこの戦闘が終わった後のひずるさんの体がどうなっちゃうのかっていうのは気になるけど、でもね、もうそこはもう考えてちゃ絶対に勝てないから、いやものすごい差しの戦いになりそうだ。このオープニングも出てるしね。そんで新兵はどうするんだろうね。そのアランの畑に行くのか、今いるひずるさんのところに来るのか。本当に今追い込まれてるから、いやいやいや、はい、息上がってる。この再生、帰ってきた理由？免疫？
こんな風に思ってたんだ。ひずるさん、こんなひずるさん見たことないよ。これひずるさんの作戦なのかな、これ。うおー、え、うん、うわー、あー、もうこれ生身のひずるさんか。ぐわー、どうなんのこれ。うん、あー、でもひずるさん、うわ、そしてトキコか。うわー、ここで、こっちに来たんだね、新平は。うん、こっちが本物ってことか。こっちはミオが戦う。
あ、で、こっちのソウとミは本当に送られちゃったんだ、ヒルコ堂に。うん。まだ。おかしい。え？何それもう。どうなってんのよ。うん。今のマンホールは何？あ、トキコじゃん。なんでこんなところに飛ばされきてんの？うん。うん、行かない？うわ、オープニングの。いや、一期のオープニングの最後のやつだね、今の。ん？ 10 時39分。え、これはいつ？
やー、影見よいいわ。とりあえずループは間に合ったってことだね。うん、新平とミオも加勢するのか。うん、よし。え、なにこれ。うん、ミオの場合はおんぶなんだね。後ろの時はお姫様と抱っこだったけど、そして戦ってる。よし。あー、同じ。うわぁ、くぅ、こうなるのか。あれ、新編のこれもないんだっけ。ないか。うん、え、何？多勢に無勢？なんだ今光ってたの。いやでもひずるさんが、うわぁ、マジで。え、ひずるさん。
あー、ちょっマジかあ。いずれさん最初から。これで終わんのか。いやー、ひずるさん。救えないとかあんのか。いやだって新平のさ、そのループのこととかずっとこう力になってくれた、最初に理解してくれたようなもんな人だし、その人救えなかったって、あーもう、もうちょっとあれですね、この後また続けてみるのにこんな、もう確定しちゃうなんて。ひずるさんともう龍之介、もうなくしてはね、この状況なんか絶対作れないかったし。いやーもうほんとショックです。でももう確定なんだよねこれね、ひずるさんね、さっきね根津さんも言ってたけど、ひずるさんのこの死をね絶対に無駄にはできないし、いやまあ頑張るしかないね、もうこのあと絶対に救わなきゃいけない心平は。ということでね、気持ちを切り替えて21話目、これからね見ていきたいと思います。それではでも早速この時間を空かない状態でスタートもしてしまいます。それではまたカウントダウンがかかります。カウントダウンの後スタートです。はい、スタートです。4月23日16時あの直後ってことか。
え、どういうこと？その子、わお。え、何、新平どうしたの？え、何、新平どうしたの？あの、あれかな、さっきっていうか前回映ってたここの光。え、普通に考えて、あの黄色い光って潮なのかな。で、潮と何合体したみたいな感じ。ん、違うかな。龍之介が未来史ができてたから、龍之介が入った。いや、それはないない。もうひずるさん亡くなってんだから。どういうことなんだろう。これこの初見でわかる人いるのかな。いやー、でもとにかく新平のその予知みたいな能力が、まあ、ついたってことだよね、今のだと。いやー、でもあとそのハイネがね、自然に利用されている。なんかそのエンディングが噛み合わないみたいなことをひずるさん言ってたから、やっぱりそれがそこにつながるんだろうね。はい、いい友達だな、そう。それ何？お、でも光ってたよね。あ、ミオにはわかる。なんか、あ、潮なの、やっぱり。
帰ってくる。え？なんで帰ってくるのかがつなげることができない。ああ。いやー、いい男だよ、そうは。あ、そうなの？言ってたね。うん。ああ、そうなんだね。みよん、みよん今めちゃめちゃかわいいよ。そうか。言えて、うわうわいや、そうね、思いを伝えた、強いよ。ついに来るのか、また。
母さん。うん。うんうん。はいはい。それはさ、つながらないんだよね、なんか。うん。うん。うん。はあ。はあ。うん。ほんの一瞬で。動いてる。うん。潮の流れ。まさに潮。また6時。へえ。うん。マジか。すげえ、なんかめっちゃ伏線回収みたいな感じですね。なんかすごい懐かしく感じるな、この24日。新兵？あ、龍之介、龍之介が入ってんのか、やっぱ。
すごいね。味方にも敵にも新兵が。で、何、新兵はあの手形を隠しての泥の中にいて、根津さんといたとこ真っ暗だったけど、いや、どんどん時が、この海漂ってんのは何？ハイネが呼んでるやつなんだ、これ。これどうやってんの？あー、トキコの。うん。この中に隠れてるのか。おお、うわー、本当にいた。うん。どうだこれ。あ、牛尾の意識だ。記憶がどんどん戻ってきてんのかな。いやー、間に合って。じゃあ見た目がね、うわー、いや、でも捕まえた。でも同時に気づかれてるかこれ。よし。すごー、よし。うん、いい。
やー、こわー、よし、これで後ろの記憶が全部きたー、ゆー、やった、いや、こんな形で、やった、もう再開した。いや、いい終わり方だ今回は。いつもね、ここで終わんのっていう感じだけど、サマータイム連打史上一番いい終わり方ですねこれ。やったー、いや、どうやって牛を戻ってくるのかなっていうのはもうずっと疑問だったから。だってあそこでもう確実に牛を死んじゃってたから。それをどうやって取り戻すんだろうって思ってたけど、すごいね、あの初めて出会った時の海で、いやー、かっこよかった、超よかった、あの潮の貝殻が潮の目にね、こう光って、スキャンが終わってパーってなった時も最高でしたね。このエンディングの映像にもなんかいろいろこう伏線があったんだね、この潜っ、あー、これまさに今回じゃん、うわー、すごい、めっちゃいい回だった。で、この不穏なエンディングがなんか嫌だね、帰還でもいいよ、帰還っていうのは、いやー、最高、めちゃめちゃ最高だった今回のサマータイム連打、超神回でしたね。いや、これで潮と新平が再会したわけで、もう最強のコンビがまたね、コンビって言っていいのか、もうカップルって言いたいんだけれど。そしてもう24日にね、なっているから、シデ、それからハイネとの本格的のもうラストバトルになるっていうことですね。いやー、本当に良かった。はい、ということで、同時視聴いただいた方、ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは、また次の動画で会いましょう。コンデでございました。いや、いい回でしたねー。バイバーイ。